もっと制作やもっと変換動画の取りまとめをしていたがために、またこの理由が一番ではあるんですが、リアルが山場で精神力を使ってしまい、本編動画は愚かゲーム本体ができてないという時期が続いておりました。リアルは大事というがどういう状態だってばよ。まあ人生の山場、とだけ言っておきましょうか。事態が一段落するのは8月に入ってからになりますので、それまでは内情は伏せさせていただきます。大げさな言い回しになってますが、命を懸けるような大事ではないので、そこだけはご安心を。まあ要するにうまい言い回しができなくて極秘プロジェクトみたいな雰囲気になっただけと。この導入部を作成中にアップデが入りましたが、おそらく次回分までは現行バージョンです。公式域ができてプレイも最もやりやすくなったな。まあ東方は変換の件も含めモデリングソフトでの編集方法で詰まっているわけなんですが、最も変換方法もいつになれば完成形になるのやら。なんだろう、処理量超えて仕事抱えちゃった感あるわ。それじゃ久々の本編行くぞ。動画ではヌルスルタンから線路を南下させ、クアラルンプールとタイナンを接続する線路を敷設しています。そいや冒頭の動画ってもしかしてここなのか？ヌルスルタンとクアラルンプールの間が山がちなので、多少の坂を感受してできる限りトンネルを短くして通しています。その結果冒頭のような絶景ポイントが出来上がったという。山を尾根島国設定だからこそできるこういう遊び。駆け足気味で申し訳ないんですけど、台南の北西部に農地とパン工場があるので、台南から線路を伸ばしてチェーンを構築しておきます。余談だがどうやら台南本線は大都市が多いらしく、運行開始したら山ほど客が乗って客車をどんどん追加することになったんだぜ。早い段階で電化したいけど車両側も準備しないとあかんから難しい。こちらは洛南から北上して北京へ通じるルートです。やはり山が多いな。なお北京の北に各種産業がありますので、将来の活用を見越してちょうど良い位置に貨物駅を先行設置しておきました。資金に余裕があるからこその先行設置である。序盤ではこういうことすら許されない資金繰りだからなぁ。ここに来てしれっと大阪本店の延伸です。なんでまた急にやりだしたんだ？諸事情でペンディングしていたのをこの際ということで取り掛かった形です。なお動画中で敷設している貨物船ですが、あまりに近距離で列車ではうまく利益を出せなかったため、ほどなくしてトラックに転換しております。これが20世紀後半になれば日常的に。うおお。自動車の進化もすごかったんだなぁと感じる一幕でした。なお裏作業となりますが札幌駅近辺で大改造を行い、とうとう30の伏線区間となってしまいました。大都市周辺だとそれくらい平気であるから気にするな。関西だと吹田あたり、関東だと鶴見あたりでしょうか。あっちはもっと多いけどな。そのうち武蔵野線みたいな外環状路線を作ることになるのかな。別に地下へ潜って都市横断してもええんやで。その手があったか。時代が下ったら考えよう。今回の開発範囲のまとめです。といっても大規模な鉄道敷設は今回が最後になるでしょう。まずはヌルスルタンからクアラルンプール、台南の順で、道中の産業を取り込みながら台南本線を延伸しました。期待事業として原木から木材の貨物チェーンと、小麦からパンヘの貨物チェーンを構築、台南本線沿線の需要地まで輸送します。また木材については機械工場へ輸送し、台北本線からの鋼鉄輸送と合わせて生産させます。前回の鋼鉄貨物列車の話だな。続いて台南本線北部区間のまとめ。これは単純に期待一駅延伸して北京に到達です。期待事業としては洛南近辺で建材の生産チェーンを、トラックの物量作戦にて実行しております。トラックの時代だゴルア。さすがに長距離輸送には速度が足りないので、もう少ししたら本格的に鉄道侵略となっていきそうです。最後に大阪本線の延伸について、湖を避ける形で南へ迂回した線形で蘇州へ接続です。洛南と同様に石と建材、原油と石油のチェーンを、トラック物量作戦にて構築しています。建材はそのまま蘇州で消費していますが、蘇州北部と大阪西部の石油については、鉄道輸送でプラスチック工場へ納入しています。なお消費先は現時点では輸送していない模様。
プラスチック生産自体はそこまで複雑じゃないのですが、消費先が限られる上に組み合わせ相手も複数工程があるため、結果として厄介な一品になっていますね。あ、編集しながら活用方法思いついたので次回あるとしますか。それでは今回建設した路線のうち、大阪本線の蘇州、大阪の車窓をお送りいたします。台南本線は別途投稿しますのでお待ちください。今回からはご要望に合った運転台風味でお送りいたします。操作が微妙にありづらいので必ず同じ位置にはならないのはご愛嬌。次回以降の車窓はどうなることやら、いやそれって鉄道に限らないって意味合いも含んでないか？よそ様を見る限り激動の時代って言うてますしお寿司。それじゃあ車窓パート、行きましょう。コメント返信を始めていきましょうか。なお JR 型定休と検証結果の動画については趣旨から外れると思うので広告のみの紹介にするぜ。右の線路がへにょりしている。まっすぐ繋いだつもりがこうなってしまう。トランスポートフィーバー2あるあるなのでおねこ星を。次から運転席視点も見せてもらえたら嬉しいです。正直前面が隣の機関車でも一緒に見えてきて、前述の通り今回から採用させていただいておりますが、違いの他にも臨場感が出て目から鱗でした。感謝雨あられだぜ。楽するターン、楽するターン、楽するターン。運ターンの神事として広めようかしら。需要が限定的すぎる。産業鉄道的なのは輸送需要次第になるよね。今回鉄道では近すぎて逆に利益を上げられないという場面もありました。輸送量に対して生産が追いつかないんだよな。とりあえず大量輸送すれば OK じゃないのがシムゼーらしい。 PM2.5 がヤバそうな気候。100年も前はこんなの上等だった時代だったんだぜ。我々も100年後にはガソリンで空気汚染しながら走ってるとか笑笑い割れててもおかしくないぜ。人間の探求心ってすごいですわ。画面中央部で生えてくる人たちで草笑う。それが原因で車窓動画のオープニングで使えなかったんですよね。本編では自虐ネタとして活用してしまってるけどな。適当な動画撮ってなかったねん。いつもだけど選曲センスいいですね。ありがとうございます。他の投稿者で良さげな音楽があればフリー音源なら活用させていただいている次第です。最近は音楽探しサボってるから目新しいのは出てこないかも。そういうものなのか。あくまで考察なので真に受けないでくださいよ。といやもっと関連の話はどうなんだ。東方である客車のモッドを作成しておりまして、モデリングは一通り完了して各種設定を行っているところとなります。しかしながら初見というのもあり試行錯誤しながらの制作となってますので、もう少し時間がかかるものと思われます。これは他ソフトのモデル変換にも関わる話だから気長にお待ちください。できる限り手間をかけず変換する手法を確立したいので、ブレンダーの機能を熟知する必要もありなかなか大変です。とりあえずわかる人向けに言うとベイクが鬼門ですね。すでに色付けられたものを1枚のテクスチャに再設定する作業なんだぜ。手法はわかっても手順がわからん。少し話がそれたけどニコニ広告者様の紹介に行くぜ。それでは本編第7回の広告者様から、ライス様、石の船様、ランパ様、ワゴン、維新大社様、内海と川を間違ってすまんかったです。すみません謝らせてしまって。お気になさらないでください。マリアディア、ギッテリア様、ハヤブサ様、ナグモ中磁気道要塞様、カミカミ様、ヒロサム様、ジュディ様、ノア様。続いて JR 型京急バスタンの広告者様、元アルバイト駅員様、いや、3代目600型だろ。そこの辺はダイヤに付き企画は申し上げないでおきます。数回しか乗ったことないから代表的なところしかわからんのだ。ケノビ様、ランパ様、ノア様、カミカミ様。最後に 7.1 回と変換飛行の動画の広告者様。 7.1 回広告者様、ランパ様、石の船様、ケノビ様、ノア様。変換飛行の動画の広告者様、ナグモ中磁気道要塞様、ノア様。以上の皆様方に広告していただきました。ありがとうございます。動画制作の励みになっております。なんか尺が余ってしまったな。そしたら近況報告ということで、先ほども申し上げた通りモッド制作とモデル変換を同時並行でやっているため、今しばらくは動画の新曲はこの調子になると思います。モッドという割にはこのシリーズは最後までバニラ完結を予定。次回作はモッドをふんだんに使ったプレイをしたいという希望はあります。何かあるのか。イギリスマップでモッド込みのイギリス車両縛りとか、サプライチェーン改変モッドと産業に労働者が必要になるモッドを使った、よりリアルな世界観でのゲームプレイは考えてますね。これだけ言ってるけどこの人本当にできるのかよ。まあ予定は未定ということで、淡い期待程度でお願いします。それではこの辺でお開きにしましょう。
また次回会おう。さようなら、さようなら。